どうも、赤星赤崎せよ赤星もしもしてみるーはいしょーさあ、今回はたくめん .com よりラッキー食堂まとやさんです。長野市内にあるお店でございます。ね、照明が長いね。さあ見ていきましょう。本来は本店が長野駅から徒歩7分のところにあるど真ん中にあるお店でして、まあ、こちらがですね、鶏ガラのちょっとスープが決め手の一杯ということで、二郎系で珍しい、二郎系でいつまでやるんですか。低めの声で皆さん行きますけども、やっておりまして、まあ準備をしていきましょう。はい、ね、入ってるもんこんな感じですね。スープ、油、豚入り袋ですね。これね、左側が太麺 190g。 これはニンニクは、あの、僕が用意したあの、6辺使いましたんで、今回は。あー、ニンニクはオランダ代表みたい。6辺ね。6辺ね。あ、赤崎さんは、はい、サッカー全く分かんないです、すいません。はい、そんなこと言ったら、野菜をね、入れて、さらにスープはこうやって湯煎をね、していきます。はい、大体、15分ぐらい湯煎してくださいということで、そしてね、野菜は僕、あの、くた野菜が好きなんで、結構くために作っていきましたね。はいはいはい。そして麺ですけども、麺はこう入れて、大体4分から5分ぐらいということかな。僕は大体もう3分50秒ぐらいに上げてます。固めが若干固めない、うん、逆方が好きなんで、はい、やっていきますけどね。こちらがして、さあそして麺揚げというか、まあね、ザバットタイプですけど、あのデポ欲しいよね。売ってるんだよ、デポ。あの、こうやってあれ、デポっていうの。デポって言いますね。あ、そうなんだ。なかなかスポーツデポかと思ったよ。いやスポーツ多いな。ドンキとかには売ってなかったんで、つけたら買いますね。そんなことしてる間に盛り付けいっちゃってますね。野菜は、全部いっちゃいますよ。あの、もやし1袋とキャベツは、3分の2ぐらい今回。おー、はい、でっか。これなんです、これなんですよ。やば、これが入ってるってすごくないですか。いや、そうね、すごいね。これね、あの、ちょっと崩れちゃったんだけども、2枚に分かれてます。このようなんでね、少し上からかけて。さあ、そして最後にニンニク入れますか。入れる入れてます。この量ってでも、あれだよね、多分マシぐらいにも至らないぐらいだよね。6辺であんまりマシのとこはこれ多分12辺ぐらい使うんだろうね。じゃあもう1個じゃん。1個か、そっか、大体そのぐらいかもしれん。まあ言ってる間にね、こう進んでますけどもね、ホロホロすぎて崩れる店ということで、これね、軟骨入りのちょっとレアなバラ肉なんですよ。ワイルドに答えていただきましたけども、さあ食べていきましょう。チャガタンです。こんな感じです。豚ちゃんからいっちゃいます。もちろん、こう重いっす。重い、すごく重い、うん、ね。そう、かじってみるとですね、コリコリな部分、ホロホロな部分、同時に味わえるんですよ、これ。ちょっと独特だね。そう、独特。あの、沖縄のね、テビチみたいな感じです。軟骨が入った豚料理。ごめん、ちょっとピンとこなかったよ。ピンとこなかったかい。ドドドニューカー。柔らかいですね。ドドドニューカーということでね、非常に優しい口当たり。醤油感よりですね、やはりこの鶏の旨味、これが特徴的な。鶏ガラって言ってたもんね。そうなんです、マイルド系です。ね、ちょっとめくって下の野菜を食べていきますが、これ正直に言います。はい、まずかったです、野菜。マジで野菜はまずかった。君のせいじゃん。すいません、次回からちょっとね、考えてること工夫します。ちょっとお野菜のやり方、料理下手なのかな。料理これまずくなるって。ちょっとね、ミスったね。野菜は本当にミスった。茹ですぎましたね。あー、なるほど。そんな中ね、つるっつるの自家製極太麺、これがですね、非常につるつる感が高い。そして食べるともちもちとした食感が特徴的ということでね、こう弾力がね、結構あるんだよね。ああ、なるほど。まあ、麺とね、この豚を組み合わせますけども、鶏ガラ豚骨を使用してね、乳化系スープってことはですよ、ちょっと長崎ちゃんぽんのようなね、風味もあるんですよね。長崎ちゃんぽん、あ、長崎ちゃんぽんがもうあまり、リンガーハート、リンガーハットの、そう、さすがにわかりますよ。わかりますか。はい。まあ、あれも豚骨使ってるから、ね、急に行ったんでびっくりした。いや、ちょっと似てたんですよ、結構ね。なので結構、パワフルな一撃でもありますよ。まあ、スープが優しいからね、胡椒をこう、かけるとギャップを楽しめるんですね、非常にね。まあ、やや甘めな豚もメイクアップしてすごい美味しいよなんて書いてありますけどもね。書いてありますよ、これ。自分で書いたんでしょ。メイベリンニューヨークね、のごとくということでね、いろんな地域が出てくるから。すいません、ちょっとね、ゲームが流れちゃったんで使っちゃいました。メイベリン編集中。メイベリンニューヨークだよね。油つかめないのニンニクスープなんで、ごくごくいけます。
ちゅうことで感謝でした、うん、ごっさんでした、ね、歯が見えにくいな、歯見えにくいんだよね、やっぱね、白だからね、さあ、ということで、もしもしはデンジ、ヨーセルフということで、ごめんなさい、77.8 です。はいはいはい、美味しかったね。さあ、ということでね、マシマシ TV の全体としては2回目の宅麺でしたけども、最高ですね。あ、そう、はい、あ、なんもない時の言葉がね。いやいやいや、そんなことない、なんもない。いや、でもやっぱね、はい、セルフで森がね、すごかったんで、やっぱ野菜も美味しくあってほしかったなって思います。あそこですよね、うん、いや、この野菜以外の、だからほら、本当はラッキー食堂マットヤさん、そのまま野菜入れずに食べようかなとも思ってたぐらい、あ、そう、結構楽しみにしてたからね、ほんとミスったわ、これは、商品名、豚ゴリラーメンじゃないですか、本店のちょっと近くに、豚ゴリラ3というお店もあるという。3? 1と3は、はい、1と2か、1と2は群馬と、とかにあった前、豚3しかない、豚ゴリラが熱いということで、長野県は今豚ゴリラは、あ、ちなみに浮間船どにも豚ゴリラできてますけど、あ、そうなんですか、今熱いですよ、豚ゴリラ、ね、キテレツな動画になっちゃいましたね。あ、豚ゴリラね、こちらです。はい、you